はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ようやくね、来ましたよ。この今話題の Google のね、Google Watch 来ました。ね、サムソン製とね、LG 製がありますけど、私が選んだのはね、この LG 製の方の G Watch というやつですね。これがね、パッケージになります。はい、こんな感じでね、これまだね、シール切ってないです。これまだね、今日来たばっかしなんですね。そこはね、こんな感じになっております。はいね、ということで今日ね、これ開封動画ということでね、早速ね、これ開けてみたいと思います。はい、じゃあね、もうここシールね、切っちゃいました。はいね、もうこれ返品できません。はい、じゃあね、箱を開けてみたいと思います。ワクワクしますよね、これ開封動画ってね。おーっと、いきなし、いきなしもう時計が見えちゃってるもん。ほら、ほれ、すごいね、もう本体が見えちゃってるね。これちょっとね、後でね、お見せします。まず、箱の中にね、いろいろ入ってるんで、中に入ってるものを紹介しましょう。ね、これ USB ケーブルですね。これミニ USB ケーブルが1個入ってます。はい、それからこれ充電用のね、プラグですね。 USB で、ここね、つなぐプラグが入っております。はい、これがね、これ多分ね、時計のね、バッテリーのなんか関連のやつじゃないですかね。バッテリーの充電台かなんかだと思いますね。1個入ってます。あとね、このサッシが入って、中はもうこれで終わりと、空っぽということで、ね、クイックスタートガイドということで、ね、こんなちっちゃなね、サッシが入ってます。はい、一応まあ、ここにね、日本語って書いてあるんですけども、まあ、スターターガイドということで、本当にね、使い方書いてます。あ、さっきのね、ちょっとね、これアップしましょうか。こんな感じね、充電の仕方ね、こう充電台がね、ちっちゃいの入ってます。こんな感じで、説明書がね、ついております。まあ全部日本語なんでね、まあ読めますね。そんな難しいこと書いてません。中にも保証書のね、ページもあったりなんかしますんで、この冊子なくさないように保管してください。はい、で、肝心の本体ですけどね、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、わ、すごいすごい、こんな感じです。こんな感じ、おお、これいいね、これ。ね、重さはね、結構重量あります。なんかずっしりしたね、感じですね。はい、うん。ね、画面にね、保護シートが貼ってあります。ベルトの部分はこれね、ゴム製になってますね。はい、ラバーになってます。全体的にはこんな感じ。私ね、黒を選びました。ホワイトもあったんですけども、まあ黒のがかっこいいかなということでね。で、ちょっとね、またこれアップにしますと、裏側こんな感じになってまして、ここにね、なんか端子があるじゃないですか。これがね、さっき私がね、紹介したこれのね、こうやって置いて充電するね、充電台との接触面になります。はい、こんな感じね、裏こんな感じです。こう向けかな、こう向けだね。 LG って書いてますね。はい、側面こんな感じで至ってシンプルになっております。特に普通の時計みたいにリューズがあるわけではないです。なぜならこの液晶面がタッチパネルだからだと思います。はいね、こんな感じになっております。はい、でね、これね、スイッチ的なものはね、一切ね、表に見えてこないんですよ。で、よくね、この冊子を読んでみると、どうもね、 G ウォッチのオンオフを切り替えるというところで、充電クレードルをコンセントに接続して、その上にこの G ウォッチを置きますと、そうするとデバイスの電源が自動的にオンになりますと。で、オフにするときは、画面のね、設定メニューからオフを選びましょうということで、どうもね、最初の電源オンはこのね、クレードル台の上に置いて通電をさせないと、どうもね、オンできないということみたいです。まあね、
今日開封動画ということで、本当にね開けて商品だけご紹介しましたけども、次回ね、これ通電させてねちょっと設定メニューとか見てみたいと思います。簡単でしたがアンボックスでした。じゃあ次回をお楽しみに。それじゃあまた。